かアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。四つ星学園はただいま S4 決定戦の真っ最中。1日目の前組はゆず先輩が2位と大差をつけてトップに立ち、続く2日目の激組はアコちゃんが頑張ったものの翼先輩がトップに立った。そして3日目の美し組で驚きの展開、なんとまひるちゃんが夜空先輩を打ち破り美し組トップに立ちました。ついに最終日の4日目、いよいよ私たち歌組のトップが決まります。あっち猫舌なのは変わらないね。それにしても姉さんが来てくれるとは思わなかったよ。だって見ておきたいじゃない、あの力を乗り越えた可愛い後輩アイドルたちの姿を。そうだね。そして今日のステージはおそらく、おそらくこの四つ星学園の新たな伝説になる。この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。私だけの歌、私は55番でちょうど真ん中あたりか。私は姫先輩の前か。緊張するな。どっちみち歌うんだから何番だって関係ないじゃない。そうだね私の次がリリーか。こうして同じステージで競い合うのも随分と久しぶりのような気がします。それはそうだよ、暑い時期には休んでたからね。でもこの日をずっと楽しみにしてたんだよ。私もです。友達だからって手加減はしないんだから。ええ、望むところです。へえ、我が歌組のベイビーたち、間もなく開演だ。1年間の締めくくりビシッと決めるんだよ。そこんとこよろしく。はい。海外での公演でどうしても抜けられないそうだけど、パパが頑張れって。うん、ありがとう。ママが来てくれただけでも嬉しいよ。ローラ、ん？あなたは先祖代々音楽と共にあった桜庭家の一員、そのことだけは忘れないでいて。はい。それでは S4 決定戦最終日、歌組のステージを開始する。Thank you.
ということで、2年芦田百合の結果は、見事現在の歌組トップに躍り出た。皆さんありがとうございました。芦田百合、1年生の頃から面倒を見ているが、ここまで成長するとは。いいステージだったわ。今回の S4 戦、誰がトップになってもおかしくない。あらあら、白鳥姫様がそんなことを。前にも言ったでしょ、勝利の女神は気まぐれだって。そういえばユズはどこに行った。決まってるじゃない、リリアンヌ。いよいよだね。どうしたの。野心はいつまで経っても満足しない。そして欲張れば欲張るほど、すでに手にしたものを失う。いつもの名言きたぞ。私はこれまで必要以上の野心を持たないようにしてきました。すでに自分のブランドを持つという願いも叶ったのですから。けど今は新しい野心に突き動かされています。 S4 になって自分だけのプレミアムレアドレスに身を包み、もっとユズと一緒に歌いたい。できるぞ、リリエンヌなら。ツンドラの歌姫パワーで会場をカッチンカチンにしちゃえ。はい。この愛すべきドレスとともに新たな夢へと向かって、白金リリー、このひとときに魂を込めて。何がで消えるかを見届けていかなくちゃ。
それでは2年白金リリーの結果は？決まった！明日よりを抜きトップへと躍り出た！ナイスアイカツ。ありがとうございます。けど不思議ね、悔しいという思いが全然湧かないの。同じ年に入学したのにリリーは休んでばかり。 CD デビューの時も不戦勝みたいな形で私になって。だからおめでとうリリー。いいものじゃない。リリー先輩の歌、いつも以上に魂がこもってた。というよりも魂そのものをぶつけられたような。私は白金リリーから変わらず、このあと30分の休憩を挟み後半戦がスタート。会場の皆様、お見逃しないようによろしく。ローラどこ行ったのかな。どうかした？あ、二人ともローラも喉乾いてるんじゃないかと思って。多分この早乙女亜子に負けないステージにしなきゃとプレッシャーがかかってるんですわね。そうは思わないけど。いや、この前一緒にステージに立って分かった。ローラは強い。心も実力も。うん、だよね。どうした桜庭？あ、いえ。勝ち負けにはこだわらない、自分自身の道を行く、そう決めたんじゃなかったのか？そうなんですけど、リリー先輩のステージを見たらなんだか急に不安になって。不安？ゴーイングマイウェイ。けどそれも結局はリリー先輩の真似でしかないんじゃないかなって。桜庭、お前は1年生の中で誰よりも思い悩み、真剣に歌と向き合ってきた。そんなことは。さて、そろそろ時間だ。この私に見せてくれ。 This is 桜庭ローラをね。はい。 This is 桜庭ローラ。ローラ？あ、どこ行ってたの？あ、うん、ちょっとね。ね、ローラ。
夢。ありがとう、ようやく吹っ切れたよ。ノーラ、どこ行ってたの？早く、もう出番だよ。わかった。それじゃ、行ってくる。ノーラ、急いで。うん。私、今さら何を悩んでたんだろう。夢と一緒だから、ここまで頑張れた。泣いたりもしたし、悩んだりもしたけど、いつも最後は一緒に笑ってた。今はただ、その1年間の思いを歌に乗せるだけ。私自身の歌、私の大好きな歌に。そう、私の生き方が歌になる。 This is 桜庭ローラ。アクアスターリーロックコーデ、散りばめられた星の一つ一つが私の歌への思い、そして私の中から湧き上がるメロディー。桜庭ローラ、ここからは私の時間。それでは、桜庭ローラの結果は？これは…サプライズ！2年生の幹部をも超えて、1年生の桜庭ローラがトップに立ったぜ、ベイビー！やったー！答えを見つけたようね。それでこそ桜庭家の娘ですよ、ローラ。頑張ったな、桜庭。
思いが伝わるいいステージだったね、姫。勝利の女神は気まぐれなんかじゃないわね。え？努力した者にはそれにふさわしい微笑みをくれる。ええ、その通りね。リリエンヌもいっぱい頑張ったのに。分かってるわ。私だって頑張ったけど、真昼に負けたんだもの。でもそれはきっと、きっと新しい一歩を踏み出すための努力が私たちを上回ったから。勝ちましたわ。カーラがリリー先輩に。すごい。みんな、やったね。ローラ、お見事でしたわ。本当に素晴らしいステージだった。うん、私やったよ。夢、点数なんかどうでもいい。こんなに気持ちよく歌えたのは生まれて初めて。ローラ、私ようやく自分自身の歌を歌えたんだ。桜庭さん、おめでとうございます。私の愛する赤毛の少女はこう言いました。今曲がり角に来たの。曲がり角の先に何があるのかはわからないけど、きっと一番いいものに違いないわと。あなたは誰のものでもない、本当の自分だけの道を歩み始めたのです。ありがとうございます。さすがだぞ、リリエンヌ。ローラは前へと進んだ。次は私の番。私も前へ進む。ページをめくるたびに新しい君がいるね。泣きたい詰まったアクアスターリーロックコーデ、最高のステージができたわ。ブルーベースのレオパード柄が印象的でかっこかわいい。 This is 桜庭ローラ、自分自身の道を進みたい。泣いても笑ってもこれで決まる。ゆめちゃん、全力でかかってきて。はい、虹の夢、行きまーす。次回アイカツスターズ、一番星になれ。つかめアイドル一番星。この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。